では、第1回です。6-9-5-4。改めて、正の項は丸、負の項は四角などと区別するといいでしょう。このような形。6と4が、正の項。まず、正の項同士を足して、6-4で10。で、-9 と -5、負の項同士を考えて、-9 と -5、もちろん、マイナスでどんだけマイナスかは足し算で9-5で14。で、10とマイナス14の和なので、答えはマイナス。どんだけマイナスかは14の方が大きいからね。14-4で4。 マイナス4が答えになります。で、2番、括弧マイナス7分の4括弧閉じ割る10分の3かける括弧マイナス5分の3括弧閉じ。十分に厄介な割り算です。で、割り算というのはね、この部分が割り算。こうじゃなくて、これが割り算って考えていきましょう。で、割り算のところを掛け算にして逆数にして処理します。そうすると、括弧マイナス7分の4かける、ここの部分をね、掛け算にして逆数に3分の10かける括弧マイナス5分の3。 で、この形で約分できるとか約分しておきます。え、まず符号を決めましょう。えっ、ー、と、マイナスかけるマイナスプラス。ここでこういう処理をしておくと楽です。で、なるべくスパッといけるところで3と3がちょうど消えますね。で、5と10も約分できて、ここまでかな。ここまでだね。えー、で、イコールで、もうプラスって分かってるので符号はいらない。で、分母は残ってます。7が残ってるので7分の。で、分子の項は分子なので4かける2で8。7分の8が答えです。 3番です。3かける大括弧、括弧、マイナス6、括弧とじプラス5、大括弧とじの引く7。もちろん、括弧の中の計算からで、ここの計算からになります。そうすると、3かける、で、先に符号を決める。マイナス6たす5だから、マイナスですね。マイナスだから、括弧が必要です。え、マイナスでどんだけマイナスか、マイナス6とプラス5なので、1。で、括弧とじの引く7は、そのまま。 で次に掛け算割り算が先なので、この3ス1の計算 <laughs> え。マイナス3と、で、マイナス7。で、マイナス3とマイナス7の技で、ね、マイナスの、どんだけマイナスが3たす7で10。マイナス10が答えになります。で、4番です。底辺が A センチ、高さが B センチメートルの三角形の面積を文字式で表しなさい。えー、っと、簡単でいいんですわ。書くべきですね。三角形の図を書きましょう。適当な三角形だよ。もう情報はこれしかないからね。 底辺が A センチで、高さが B センチです。で、三角形の面積なので、a かける底辺の a かける高さ b かけ,かけるそう、もう割には卒業しようね。かける1 2分の1から先に処理できるようにしましょう。えー、で、文字式のルールに従って1、2分の1を前に出して、あごめんなさい。このイコール、よしとこう。 で、かけるの記号は省略して、アルファベット順 AB となるので、1 2分の 1ABE。で、タイム忘れずに、面積の単位なので、平方センチメートルとなります。で、5番、A たす 7-5A-6 マイナス。これも、文字の項は文字の項で、じゃあ、丸にしましょう。A が丸。マイナス 5A が丸。で、数字だけの項は数字だけの項で四角。このような区別をして。 並び替えるのもリスクですからね、このような形にして、いっぺんに計算するのがいいです。で、a-5a、ここ見えないけど1があるので1、1-5。1-5だからマイナス4です。a はマイナス4個なので、マイナス 4a。で、プラス7とマイナス6。これは7-6で1でいいですね。マイナス 4a プラス1。となります。<laughs> 続いて6番です。x-2x。これも見えないけど1があるんで。え、プラス1とマイナス2の計算、足し算なので、マイナスです。で、マイナス 1x ですが、1は省略して、マイナス x とします。で、七番、4a-8-2a+,4。4a が丸、うんと、ま、あどういう順番でやってもいいけど、こんな感じかな。えー、まず 4a-2a、4-2で 2a。 で、マイナス8とプラス2。え、マイナス8とプラス2だから、8の方が大きいからマイナス。で、どんだけマイナスか、8-2で6。2a-6 となります。で、8番です。カッコ、a++、カッコ閉じ、プラス、カッコ a、2a++、カッコ閉じ。まずカッコを開きましょう。このカッコの中には a、a 五という、a とプラス5という2つの項からできています。で、このカッコの中のプラス 2a とプラス3という2つの項からできています。で、あとはこれらを合わせて、a とプラス 2a。 1a と 2a だから合わせて1たす2で 3a で5たす3で8 3a プラス8となりますで9番です 4a たす4カッコとじ引く a これもこのまままずカッコを外して 4a プラス4で引く a 4a とマイナス a ここマイナス 1a 4引く1だから三 3a でプラス4はそのままでプラス4となります で、ここで一時期と、一時式と数の情報ができてできます。2x かける5、これが意味しているのは何かってこと。まず 2x いうのは x が2つってことだよね。で、かける5なのでこれが5つあるということです。これで2個、3個、4個、5個。じゃあ x は全部で x か。2かける5で10個あります。えー、なので係数のとこだけ掛け算して 10x。 えー、x が全部で10個だから10 x と,いうと言えます。